先日ブラック海岸で海水浴客がサメに襲われるという事件が起きました。他にもクマやスズメバチによる被害が多発しております。抵抗ペンギン。人間を最も殺している生物とは？へえ、野生動物って怖いね。僕もいつか襲われちゃうかも。安心しろ。会社に住み込みで働けば危険な動物とも合わないぞ。笑えない冗談ばっか言ってるとニュースに出演することになりますよ。けど実際はどれくらいの人が亡くなってるんだろう。サメとかライオンは獰猛だからすごい数の犠牲者がいるんだろうね。さて、本当にそうかな？誰？本当に恐ろしい生物、その真実を見てくるといい。人間を殺した生物たち。はっ、ここは僕たち会社にいたはずじゃ。おっほっほっほ、驚いたかな？さっきのおじいさんの声ですよ。わしはこの世界の神、お前たちにはこの闘技場で人間を最も多くした動物デスマッチをしてもらう。ネーミングセンスどうした？なんで僕たちがそんなことしなきゃいけないのさ。なんでじゃろう、なんでじゃろう。まあ戦ってみればわかると思うぞ。ふざけるな、元いた場所に戻せ。いくらふぬけていてもクマかじゃの。怖い怖い。くっさー。強さノットイコール危険度。さあ始まりました、人間を最も多く殺した動物デスマッチ。今回は人間を殺した数トップ5の動物たちに戦ってもらいます。なんて趣味の悪いデスマッチだ。パンダの腹黒悪巧みの方がまだマシだぞ。まずは5位と4位の生物を紹介だ。5位犬、4位ハエ。なんか思ってたよりも弱そうだな。あのくらいなら僕に任せてください。待て、近づくな。ペンギン、もしかしてビビってるの？相手は犬と虫だよ。あいつらが媒介するウイルスは多くの人を殺している。噛まれたり刺されたりするだけで死ぬかもしれないぞ。え、ハエはアフリカ睡眠病で年間1万人、犬は狂犬病で2万5000人もの被害者が出ているんだ。必ずしもその動物の強さや凶暴さが危険度に直結するわけじゃないってことですね。ああ、むしろサメやワニなどの凶暴な生物は年間2000人ほどの犠牲者しか出していない。それでも十分に多いが、体の大きな猛獣よりも攻撃されたことに気がつきづらい小動物の方が被害者が圧倒的に多いんだ。3位。さあ続いて3位の生物の入場です。何ですかあのヘビ。僕たちもここまでか。こんなところで死んでたまるか。俺たちも逃げるぞ。おお、何やってんだ、追いつかれるぞ。あんなに人間を襲うならそう言ってんのも納得だね。ヘビは特別攻撃的ってわけではないぞ。そうなんですか。ああ、自分の身を守るために人間に噛みつくことが多いんだ。他の動物に比べて分布域も広く、致死性の毒を持っているから攻撃された時の死亡率は他の動物よりも高いけどな。2位。さあ逃げ惑う長身、2位の実力を見せつけることはできるのか。何、俺が2位なのか。上司、まさか。信じてくれ、俺は人なんて殺してないんだ。上司じゃなくて人間が2位ってことだろうな。え、人間同士で殺し合ってるってことですか。よく考えてみろ、国際ニュースで見ることないか。は、もしかして戦争ですか。そうだ、人間は年間で45万人も人間を殺していると言われているんだ。俺は一人も殺してないぞ。なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだ。もうダメだ。こんなことならもっとペンギンに仕事を押し付けて遊んでおくんだった。最後の言葉まで腹黒だな。1位。皆さん緊急事態です。この後登場予定だった1位の生物が脱走しました。係員の指示に従って至急避難してください。え、ヘビに加えてもっと危険な動物まで。やっぱり1位は蚊だったか。蚊ってあの蚊ですか。びっくりして損したよ。蚊にちょっと血を吸われたぐらいで死ぬわけないじゃないか。さっき注意しろと言ったばかりだろ。蚊は生息している地域によってデング熱やマラリア、黄熱病などの細菌を持っているんだ。被害者は年間72万人以上とも言われている。この会場に連れてこられた蚊ってことは細菌を持っている可能性が。そうだろうな。とにかく逃げるぞ。お前たち、俺も助けろ。人間と動物の違い。
もうダメ、これ以上は走れないよ。頑張ってください、バンドさん。このままだと死んじゃいますよ。いや、大丈夫みたいだぞ。え、急にいなくなっちゃいましたね。もう俺たちを襲う理由がなくなったからな。どういうことですか？蚊は子孫を残すために必要な血液を摂取するために人から血を吸うんだ。蛇は自分たちの身を守るために人を襲う。どちらも人間のように自分たちの利益だけを考えて不必要な摂取をしてきたわけじゃないんだ。じゃあ蚊は上司から血を吸ったから人を襲わなくなったんですか？蛇は人がいなくなったから攻撃してこなくなったんだね。ああ、もし相手が人間だったらそうはいかないだろうな。気がついたようじゃな。神様！人間の社会で生活するお前たちは異例の存在じゃ。他の動物たちはお前が人間の愚かな部分に染まってしまわないか心配になってわしを呼び寄せたのじゃが、もう大丈夫そうじゃな。神様は僕たちが人間の悪いところ、自分の利益のためだけに他者を攻撃するようにはなるなと伝えに来たんですね。僕、これからは自分の利益だけ考えて行動するのはやめるよ。その考えがずっと続けばいいんだがな。けど何か忘れてるような気が。お前ら仕事を再開するぞ。よし、無事だったんですね。戻ってきたら怪我が全部治っててな。これが神の力ならうまく騙して大儲けできそうだな。はあ、やっぱり愚かな生き物だな。テーペン公式グッズ第3弾が発売されるぞ。わー、今回はこれ、パーカーとアクリルスタンドだ。2つも出るんだね。パーカーにペンパイがプリントされていて可愛いです。普段着としてもコーディネートしやすそう。着てたら絶対モテるよこれ。アクリルスタンドもよくできているぞ。早速デスクに飾っておこう。自分も部屋にたくさん飾りたいです。グッズ第3弾は2021年1月11日発売予定だ。ねえペンギン、どうした？シャチくんのグッズは？あ、うん、他のチャンネルもグッズを出すみたいだぞ。詳しくは概要欄をチェックしてくれ。買ってくれたらペチペチしてやる。ペチペチ。自分のグッズは？また死刑囚になっちゃったよ。そう何度もなるもんじゃないぞ。まあ今度のは楽そうだし、ちゃちゃっと済ませてくれよ。次回、電気椅子で処刑されるとどうなるのか。アーメン。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。